ヒッポマーク2は第二次世界大戦中から戦後直後までイギリス陸軍とイギリス空軍が使用した大型の一般用貨物トラックである。1939年から1940年にかけてイギリス軍はヒッポマーク I を使用していた。WSW-17 としても知られるヒッポマーク I は民間モデルのヒッポの軍用版で、 運用モデルは運転室と車体が開いていた。ヒッポマーク2は DEA の計画の結果として開発されたレーランドによる新しい設計で10トンの積載能力を持つトラックで小型車よりもロジスティクス上の利点が大きいと結論付けられた。ヒッポマーク2の設計は1943年に開始され、1944年後半に生産が開始された。 D-Day 直後の数日間はサービスを見るには遅すぎたが、V-Day までの1950年代、イギリス軍により、約1000台が運用された。ヒッポマーク2は、5速の MT と2速の副変速機を、介して 100BHP のレーランド製、磁気力ディーゼルエンジンを、動力源とする 6X4 トラックだった。ヒッポマーク2には、プレダウンウィンドウがついた2人用の新しいスチールキャブ、 があった。キャブの上部を取り外して、輸送用の全体の高さを低くすることができた。リアにはシングルタイヤが取り付けられ、マークイーヤのリアにはより細いデュアルホイールが取り付けられていたため、フロントとリアに2つのスペアタイヤを運ぶ必要がありました。標準モデルのヒップマーク2ボディは、鋼鉄骨組みの木材構成タイプで、ローディングの高さを低くするホイールアーチが組み込まれていた。 スチール製のフープとキャンバスカバーが天候を保護し、敵による負荷の特定を防いでいた。一部のモデルは大型のバンボディと拡張ボディを備えたものがあった。校舎の側面は水平に分割され、上半分が上に広がると屋根が広くなり、下半分が下になると床面積が大きくなり、複数の車両を連結して統合されたワークショップエリアを形成できる。戦後の遺体には、 2000インペリアルガロンの給油車が含まれていた。ありがとうございます。